たしました。交通事故シャットアウト大作戦後半の部、愛知県警察音楽隊の演奏をお楽しみいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめに76本のトロンボーンという曲をお送りしました。次はキャラバンの到着という曲をお送りします。この曲はテンポの速い躍動的なジャズワルツのメロディーが印象的な楽曲で、日本でも CM などでよく使用されていますので、皆さんもきっと耳にされたことがあると思います。キャラバンの到着です。指揮は米田和之隊長でお送りします。どうぞお楽しみください。
をお送りしました。さてここで皆さんに愛知県警からお知らせがあります。県警テレビ番組愛知ポリスシーズン3が毎週火曜日午後6時56分からメーテレ6チャンネルで放送中です。今大人気の女性アイドルグループ SKE48 の皆さんと一緒に皆さんの周りで起こっている事件や事故を再現ドラマなどで紹介しています。皆さんが事件や事故に遭わないためのポイントも分かりやすく紹介していますのでぜひ見てみてください。毎週火曜日午後6時56分からメーテレ6チャンネルで放送中の県警テレビ番組愛知ポリスシーズン3をどうぞよろしくお願いします。愛知県警からのお知らせでした。それでは私たちの演奏に戻りたいと思います。次はテレビアニメのテーマ曲を2曲続けてお送りします。1曲目は未来から来たネコ型ロボットドラえもんのテーマ曲夢を叶えてドラえもん、そして2曲目は名探偵コナンのメインテーマです。どうぞお楽しみください。コナンのメインテーマをお送りしました。次は皆さんもよくご存知の話題の曲を2曲続けてお送りします。1曲目は次々とヒット曲を放つ個性派女性アーティストキャリーパムパムさんのファッションモンスター、そして2曲目は人気のドラマシリーズガリレオのテーマ曲です。どうぞお楽しみください。We'll be right back.
ガリレオのテーマ曲をお送りしました。次は NHK 連続テレビ小説のテーマ曲を2曲続けてお送りします。1曲目は2010年放送のゲゲゲの女房の主題歌として話題になりました生き物がかりのありがとう。2曲目は今年大ブームを巻き起こしたあまちゃんのオープニングテーマです。どうぞお楽しみください。Thank you.
かりのありがとう、あまちゃんのオープニングテーマをお送りしました。次はラブという曲をお送りします。この曲はアメリカ生まれの音楽、ジャズの中でもとても有名な曲として知られています。テレビの CM などでもよく使われていますので、どこかで聞いたことがあると思われる人もいるかもしれません。途中でいろいろな楽器が前に出てきて演奏しますので、そちらの方もご注目ください。ラブです。どうぞお楽しみください。次はラバンダをお送りします。この曲はメキシカンロックのヒットナンバーで、日本でもテレビの CM などでよく使用されていますので、この曲をご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。踊り出したくなるようなとてもノリのいい曲なので、皆さんもぜひ手拍子で参加してみてください。ラバンダです。
い、皆さんこんにちは。愛知県警察音楽隊です。今度はこの舞台を広く使いまして、また女性警察官の演技をご覧いただこうと思いますが、その準備の時間を使って警察からのお話をさせていただきたいと思います。明日からは年末の交通安全県民運動が始まります。愛知県昨日までに191名もの方が交通事故で尊い命を落とされています。昨年と比べると19名少ない数字ではありますが、全国でワースト1を1月の初旬から続けている。これがワースト1の状態というのは10年連続ということですから、1人でもね、この後交通事故に弱いならないようにということで、皆さんにお話をしていきたいと思います。皆さんには道路の右側を歩いてくださいねということをお願いしたいと思います。日本の道路は車は左側通行です。ですから右側を歩いていると、すぐ近くを通る車は前からやってくるんですね。来るところが見えてます。ところが左側を歩くとどうでしょうか。すぐ近くを通る車は後ろからやってきます。そしてこのように道路を出ると跳ねられてしまうということがあります。もう一つ左側を歩いていて危険なことがあるんです。それは巻き込みといって、そのまま交差点を渡るときに曲がってくる車に轢かれてしまうというものなんですね。これ交差点の近くには電柱があったりガードレールがあったり、車も車高の高い車もあります。左側を歩いていてそのままお渡りになるときは曲がってくる車がないかなということをご確認いただきたいと思います。そして2つ目のお願いですね。残念ながら愛知県交差点の事故が多いです。信号が青になったときすぐ渡るのではなくて、車が止まったかなということをご確認いただきたいと思います。青なら渡ってもいいんです。ですが車が来てもし接触して怪我をしたり命を落としてしまったら大変です。信号が青になったときにもう一度安全確認をしていただきたいと思います。そしてこの止まれという標識、この標識があるところでは確実に止まっていただきたいと思います。こっちには止まれって書いてないんですよね。青信号のところを飛び込むようなものなんです。一度止まって車が来てないかを確認してからお渡りいただきたいというふうに思います。そして3つ目のお話です。実は車の中でお亡くなりになっている方がたくさんいらっしゃいます。それは運転席に限ったことではありません。後部座席の方もお車の中でお亡くなりになっていることがあります。シートベルトを締めた方がいいですよというふうに言いたいところなんですけれども、実は法律が変わってるんですね。昔は運転される方の努力義務が締めた方がいいよという時代だから締めなければならない、助手席の人も締めなければならない、そして後部座席にはチャイルドシートをつけて6歳以下の子はチャイルドシートに座らせなければならない、いろいろと法律変わってきたと思います。今道路交通法71条3の2にはこのように書いています。自動車を運転する人は座席ベルトを装着しない人を乗せて運転してはならない。要するに赤信号は道路交通法の7条に書いてあるんですけども、それと同じ法律にシートベルトを締めないことは道路交通法違反ですよと明記がされています。法律に書いてあるからというわけではなくてですね、先ほどお話を申し上げました、車の中でお亡くなりになっている人がたくさんいる、運転席助手席に限ったことではない、そういうことを皆さんの中でお腹の中に入れていただいて、お車にお乗りの際はシートベルトの着用よろしくお願いいたします。それでは準備ができたのでご覧いただきたいと思います。赤い服を着た女性警察官をフレッシュアイリスと言いますが、フレッシュアイリスの繰り広げる世界、フレッシュアイリスワールドです。どうぞご覧ください。
ますでしょうか。先ほど、ね交通安全について3つのポイントをお話ししましたが、最後に自転車のことについてお話をさせていただきたいと思います。自転車は車です。昔はねとても高価なものだったんですけれども、今は非常に手軽に、そして免許がなくても乗れる乗り物ですが、自転車というのは車ですから、基本的には道路の左側を通らなければなりません。平成20年の6月、道路交通法が少し改正されました。13歳未満の方、それから70歳以上の方は自転車で歩道を通ってもいいですよ。その代わり13歳未満の方、小学生とかそれ以下の子ですね、親御さん、ヘルメットをかぶせてくださいね、こういう話になったんですね。そして平成その後ですね、それからじゃあ他の方はどうなのかっていうと、このマークある歩道、ここは自転車を通ってもいいですよ、でもそれ以外のところは道路の左側をそっと走ってくださいね、そういう話でございました。そして平成24年の4月にまた新しく法律が変わっています。自転車に乗りながら携帯電話を操作してはいけません、かけてはいけません。そしてサイレン、緊急自動車のサイレンやクラクションが聞こえないようなボリュームで音楽を聞いてはいけません。こういう法律ができています。なぜこういう法律ができたかと言いますと、やはりこういう事故が増えてきたということですよね。そして明日からもう一つ自転車の法律があります。先ほどうちの宮署のおまりさんも話をしていましたが、路側帯、車の進行方向と合わせたところしか走っちゃいけない、方向にしか走っちゃいけませんね。要するに左側通行ですよね、車は。ですから路側帯を走る自転車は左側通行してくださいという話です。右側を走っちゃいけない、こういうふうにね、明日から変わりますので、これは覚えていただきたいと思います。いろいろとお話をしましたが、この宇都宮警察署の管内でね、事故に起こってもらったら困ります。本当にね、大切な命です。合わせてですね、交通安全のイベントではございますが、もう一つだけお話をさせてください。実は宇都宮警察署管内、住宅の侵入等がとっても多い状況です。愛知県自体が住宅侵入等が多いんですけど、10月末までに全国と比較してどのぐらい起こっているか、愛知県で起こっている住宅侵入等の数は全国ワースト1位で約6200件です。2位の千葉県は3900件です。東京は3700件です。その侵入等が愛知県の中でも一番多いのが一宮の管内なんです。大変ですよね。こんなことで皆さんの大切な財産が奪われてはいけません。夕方の空き巣が張り出てきますので、夜お出かけになるときは電気がついてないと留守だと思って入ってきちゃうんですね。バーンとガラスが割れてやったりして、例えば電気をつけてお出かけいただくだとか、人が近づいてきたら電気が仕掛けろとか、何とかなっていただきたいと思います。一丸屋の警察署、そして愛知県警察もぐるぐるパトロールしてます。ただ全て同時にというのはなかなか難しいですよね。皆さん方にも防犯にご協力をいただきたいと思います。最後に交通安全の話に戻させていただきます。明日から年末の交通安全県民運動が始まります。安全で快適な交通所帯を願う気持ち、それはここにお集まりの県民の皆様、そして一宮警察署の職員、愛知県警察の職員、同じでございます。これからも一宮警察署、そして愛知県警察は地域の交通安全のために頑張ってまいります。皆様方には変わらぬご理解とご協力をお願いして、私どもの演奏演技を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、今一度警察音楽隊に盛大な拍手をお願いいたします。